エリック・トンプソン、エリック・トンプソン、エリック・トンプソン、1980年12月4日台は、カナダのプロレスラー、アルバータ州、グランドプレーリー出身、ビクター、ビクトールのリングネームで、WWE に所属。カナダでは有名なプロレスラーの訓練施設である、ハートダンジョンに入門。1999年にハートダンジョンでトレーナーを、 務めるブルースハートとロスハートが主催するスタンピードにて、アポリプス、アポカリプスのリングネームでプロレスラーデビューを果たす。デビュー後、スタンピードを中心に TRCW トップロープチャンピオンシップレスリングパオプロアウトローレスリングムイ加盟団体の意、e、久エクストリームカナディアンチャンピオンシップレスリングに参戦。2003年11月新日本プロレス。 北米支部長を務める東京城から、スタンピードキット、スイフターに続く資格としてシャドウ、ザ・シャドウの、リングネームで新日本プロレスに行くさ。同月27日には、矢野2、12月6日に、長井光也から勝利している。2004年、スタンピードにて空位となっていた、スタンピード、インターナショナルタッグ大座トーナメントにて、ハリー・スミスと組んで出場して勝ち進み。 3月26日の決勝でデビッド・スウィフトジョニー・デバインに勝利して優勝。王座を退官した。2006年3月10日、スタンピード、北米ヘビー級王座争奪バトルロイヤルにて優勝してベルトをダッシュ。5月12日、ローに参戦。サモア・ジョーと対戦するが敗戦した。2007年、WE とディベロップメント契約を交わし、 入団。参加団体である、オベにて、エリック・ドゥーム、エイリック・ドゥームの、リングネームで活動を開始するが2008年に、オベが WWE との提携を解消。後継団体にあたる FCW への移籍は選ばず、オベへと残留を選ぶ。5月より、リングネームをエイパッチへと変更し、ボーン、ディラとタッグを結成して9月13日に、オベ南部タッグ王座を獲得。 2009年には、オ米ベヘビー級王座を二度獲得。2010年3月、活動拠点をカナダへと戻して、マニトバ州を拠点とする、WFX レスリングファン・イクスペリエンスにて、ケビン・ソーン、ギャングレルと、ザ・ブラザー・フッド、ザ・ブラザー・フッドなる、会計ユニットを結成。リング内外を暴れ回り、7月7日のイベントである、ヒロス VS ビランズの全面戦で、 ボビー・フォックスダニー・ドゥ・ガンザック・マーキュリーと対戦するが敗戦した。2011年3月、再び WWE と契約を交わす。参加団体の FCW にて、リック・ビクター、リック・ビクターのリングネームでロスター入り。同年には、ジョバーとしての役目などトレーニングを中心としたが、2012年より出場することが多くなり、 6月16日のハウスショーにて、セスロリンズから FCW フロリダヘビー級ー王座をダッシュするが、同日にボーダラスからアナザーマッチを行使され、王座を奪われる失態を見せたものの、7月13日にリマッチが行われ、再び王座をダッシュした。また、タック戦線において、ブラッドマドックスとタックを組み、7月28日に、 FCW フロリダタッグチーム王座を獲得。FCW 最後のタッグ王者となった。FCW と並行し、NXT に出場し、FCW で構想を繰り広げていたリッチー、スティムボートと FCW のストーリーを引き継ぎ構想。8月には、NXT が、FCW と合併したため、新生、NXT へと移行。初代、 NXT 王者となったセスロリンズに王座戦を組む要因縁をつけ、ノンタイトルマッチを行うが破れてしまい、この試合以降、テレビショーでの出番が激減した。2013年5月、NXT にて、コナ・オブライエンの試合後に登場するようになり、6月5日にオブライエンと結託して、ジア・センション、ザ・センションを復活。7月24日に、 ミッキー・キーガンエーデン・イングリッシュとのタッグマッチで圧勝した。8月より NXT タッグ王座をダッシュすることを目論み、NXT タッグ王者であったエイドリアン・ネビルコリー・グレーブスを標的とするようになり、構想を開始。同月28日にバックステージにて、グレーブスを襲撃して負傷させたことにより、タッグ王座ダッシュへの距離を短くし、9月25日の タック王座挑戦権をかけたタックターモイルマッチに勝利。そして10月2日の王座戦にて勝利し、同王座をダッシュした。11月より、リングネームをビクター、ビクトールへとマイナーチェジ。同月、フニコカマーチョと交想を開始し、2014年1月8日に、NXT タック王座をかけたトルネードタックマッチによる決着戦が行い勝利し、 構想は終了となった。2月27日、WWE ネットワーク開局記念に行われた、NXT 発の PPV、アラバルにて、往年のメ名ックチームであるトゥークール、スコッティにホッティグランマスターセクセイと対戦。同会かつ変則的な戦法に翻弄されるも、終盤にはビクターがスコッティによるワームを阻止し、ホールオブマンを決めて勝利した。アラル以降、 ジョバーチームとのスカッシュマッチを続け、5月29日には、テイコバーでは、エルローカルカリストを相手に防衛戦を行い、体格差を生かした戦法で押し切って勝利した。9月9日、メインイベントに出場。ロス・マタドーレス、ディエゴフェルナンドと対戦して、ホールオブマンを決めて勝利した。同月11日、テイコバーフェータル4運営にて、NXT タック王座挑戦権。 争奪トーナメントにて優勝した、ルチャドラゴンズ、カリストシンからと王座戦を行うが敗戦し、タッグ王座を陥落。また、同日に NXT デビューにおいて、マイクパフォーマンスをしたヒデオイタミに対して、因縁をつけて襲撃するも返り討ちにされた。10月2日、ビクターがヒデオとシングルマッチを行う予定であったが、入場して、リング内へ入ると同時にセコンドであるコナーと共に、 ヒデオ襲撃。レフェリーたちが割って入るも、事態を収集することができなかった。9日には再びビクター VS。ヒデオのカードが組まれて対戦するが、ドロップキックを決められ敗戦。試合後に、コナーがヒデオの応援者である、船木を捕まえ、痛めつけることでヒデオの気を取り、ビクターが復讐。そして、ヒデオロープに挟め、船木にホールオブマンを見舞った。 何度も襲撃されるヒデオはついにパートナーを呼ぶことになり、11月6日にフィン・ベイラーを連れて対戦。何もすることができずに敗戦した。12月11日、テイコバー、ルエボリューションにてコスチュームを変更した。ヒデオ、ボディペイントとフェイスペイントを施したベイラーに臆する場面があったが、試合では中盤までコントロールした。しかし、最終的には、ベイラーとヒデオによる、 ダイビングフットスタンプを決められて敗戦した。2014年12月12日、スマックダウンにて、フェイスペイントを施した姿で登場を予告する、プロモーションを行った。12月30日、RAW にて、ミズ&、ミズドーザ・ミズ&、ダミアン・ミズドー相手にウィーデビュー戦を行い、ホールオブマンを決めて勝利した。 2015年1月より開催する地域を拠点とするインディーレスラーを相手に連勝を重ねる。同月5日の RAW では、リー・ジョン・オブ・ドゥーム、デモリッションといったタッグチームを引き合いに出して、文たちこそが本物だとアピール。最後には、リー・ジョン・オブ・ドゥームの名台詞である、オーホワット、A ラッシュで締めた。同月19日、RAW にてプロモーション中の王、ケビン・ラッシュ スコット・ホールショーン・ウォルトマンに邪魔をするかのごとく登場。ウォーと絶戦を繰り広げるが触発された解説のジョン・ブラッドショーレイフィールドがロン・シモンズを呼び寄せ APA でリングイン。さらにバックステージより現れたニューエイジ・アウトローズ、ジェシー・ジェームスビリーガンにより襲撃を喰らい、ビクターはブラッドショーによりクローズ・ライフ・ロムヘルを浴びせられゴーした。同月十五日の PPV。 ロイヤル・ランブル2015にてニューエージ・アウトローズと対戦することが発表された。同月25日、ロイヤル・ランブル2015にてニューエージ・アウトローズと対戦。オールドスターでありながら万全の動きを見せる二人に苦戦するが最後にビリーガンにフォール・オブ・マンを決め勝利した。2016年4月、コナーが ウェルネスポリシーに関する違反を犯し60日間の出場停止処分を受ける。同月20日、WWE ライブにてコナーと同様に出場停止処分を受けたアダムローズの代役として、カーイス・アクセルよりソーシャルアウトキャストの新メンバーとして紹介される。アクセル VS ゴールダストの試合で、アクセルのセコンドにつくが敗戦した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。